どうぞ。すいません、メディアさん。ちょっと聞きたいことがあって。あら、マスター。どうしたの？これなんだけど、なんでこのスキルの説明文だけ妙に具体的なのかなってずっと気になってて。え、やだ、嘘。え、みんな回復としか書いてない。本当に私だけじゃない。なんでよ。本人でもわかんないか。でもこれ見て俺、思ったんだ。もっとすごいものをめでまくれば回復量がアップするんじゃないかって。 あなたにできるのはこの金曜モーヒーを超えることが。そこでご用意したのがこちらのマイクロファイバーフリースブランケットです。まあ、これは確かに撫で始めると止まらないわ。それに軽くて暖かい。やるじゃない、トース。ありがとうございます。あ、でも金曜には劣るわね。最大回復量1500って感じ。量産型の限界。では続いてこちら、プチプチです。プチプチ、いいわね。これいいけど、めでるって感じじゃないわ。モフモフじゃ勝てないと思ってジャンル変えたのが裏目に出たか。でも大丈夫、本命はこちらです。これはで、少しは期待して戦闘訓練に乗った俺なんだが、新技まだつうか大丈夫かよ。やっぱりあいつ嫌い。メディアさん大丈夫よ。マスター、お望み通り新技を見せてあげましょう。オーケー、来たれ、アルトリア。なぜ私がこのような。見てこれ、毎ターン1万回復するんだよ。すごくない？いや、俺が言うのもなんだけどさ、初めからそっちのセーバーが戦えばいいんじゃねえの？ランサーだぜ俺。このシルエットは何でしょう？あれかな？それともこれかな？正解はこちら。わかったかな？次回もお楽しみに。全然わからない。